今日もお疲れ様でした。キャラです。今回は取ってきたカジ型を使って防具の装飾をして遊んでいきたいと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。前回までに取ってきたカジ型がこれだけ取れているので、これをまずは複製していきたいと思います。で、増やすのがね、ダイヤいっぱい使うんですよね。あった。砂丘風がこの砂岩を使うんですよね。ね、この後もまだまだ使うので増やしときましょう。ってことで次々いきますよ、次々。で、これもなんかいっぱいできた気がする。うん、16個とか言っちゃった。作りすぎたんじゃない？これ間違えちゃった、これ早くやりたかったんだ。楽しみだったんですよね、これ。あれ、ない。待って。あ、待って、もうダイヤがない。わー、ダイヤいっぱい使う。どうしよう。今、結構持ってってた気がするんですけどね。待って、丸石使い切っちゃった。作りすぎましたね。つい作りすぎました。よし、とりあえずこれだけ増えましたね。ちょっとね、増やしすぎちゃったのもありますけれど、こんな感じで、もうダイヤは、うん、何スタック使ったかわかんない感じ。もうないよ。よし、では鍛冶型が増やせたので鍛冶の装飾行ってみたいと思います。楽しみで、ここに飾っていきましょう。で、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個までしか今まだないかな、きっと。ね、これの飾るところもね、作りたいなとは思っているんですけど、まだ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 待って。よし、ここに飾っていきましょう。で、あとはまず何からいこうかな。金からでいこうか。よし、で、鍛冶型をセットして、ダイヤモンドにヘルメットを置いて、あと金。よし、金装飾。あ、これかわいい。この色合いかわいいかもしれない。よし、ザクザクっと、こっちからいこうかな。あ、違う、自分でかぶっちゃった。違う。え、ね、このダイヤに金かわいい。これいいな、これかわいい。よし、じゃあ次行きましょう。いいな、あれかわいいな。じゃあ次はどうしようかな。鉄にしようかな。で、次が5個、砂丘風。よし、いきますよ。で、鉄はちょっと見づらいかもしれないけど、どうでしょうね。シャキーン。おー、ん？うん、悪くはないけど、ちょっと地味かな。でも、この斜めに線入ってるこのズボンかっこいいかもしれない。うん、あとこのね、ブーツもかっこいいかな。
鉄はやっぱりちょっとあんまり目立たないですね。あ、これネザライトの強化はいらないですね。で、銅。で、豚の花風は、銅。何の模様つけるか迷うかも。変かぶっちゃった。あれ？豚の花風。結構頭が横だけなの？あ、ピグリンの耳みたいな感じなのかな。で、今度静寂5個しかないと足りないですね。よいしょ。で、今度はエメラルドにしようかな。エメラルド。で、静寂。うわっ！待って、なんかこれすごっ。待って、なんか、って感じ。なんかちょっと、なんか微妙な感じがする。あれ、これまだじゃない？微妙な感じが。これ入ってるの？入ってるんだ。待って、どこ入ってるの？あ、すごいいっぱい入ってた。これはこの模様だからってこと？間違えちゃった。静寂すご。なんかすごい迷彩柄みたいな感じ。ねえ、意外となんかラインだけ入ってるのが多い中、ちょっとびっくりですね。で、次が韓国風。レッドストーンかな。あ、間違えちゃった。こっち。あ、違う。間違えた。間違えちゃった。待って。韓国風足りなくなっちゃう。これが韓国風。これがね、顔みたいですよね。この中のところ。で、韓国風。この間違えたのはどうなんでしょうね。上につくのかな。あ、変えられるんですね。なるほどね。大丈夫みたい。よし、じゃあ次はベックス風で、なぜかダイヤ持ってる。レザークォーツにしましょう。で、ベックス風で、ザコツ。これもわかりにくいかな。こっち。かぶっちゃう。あ、でも分かる。分かる、こんな感じ。なんかこれ服みたいになってる。チキン。青かっこいいな。青いいかも。これかわいいかもしれん。あ、叩いちゃった。
でもね、これも結構好き、今のところ。あ、紫もいいな。いや、楽しいな、これ、ね、全身同じで揃えなくてもいいから、好きなのにしてもいいですよね。で、次が略奪者風シャキーン。あ、これかわいい。あれ、これさっき付け忘れたんですね。これを忘れたんだ、これ。待って、これ何だったっけ。これが要塞風。わあ、迷う。私これかわいいかな。で、次が職人風ですね。あ、これちょっと淡い感じ間違える。これちょっと薄い感じ、足のところが。で、次が先駆者風。先駆者風で、次が牧者風。で、これが牧者風でしょ。で、次が先端風で、先端風でアメジスト。おお。で、これが先端風怒ってるみたいな。で、最後がこの潮流風ですね。これ何しようかな。で、最後は、潮流風で、レッドストーンしましょう。で、潮流風を貼って完成。わー、すごい。わー、悩ましい何がいいか悩む。こんな感じですね。さあ、自分の何がいいかなねえ、どれも素敵ですよね。かわいいな、どれも。あとはね、こう全部使っちゃわないようにしないとですよね。また見つけに行かなきゃいけなくなっちゃうそこがね、一番問題かもしれない。ということで、この私のこのネザライト装備に何をつけましょうねえ、何がいいかな。じゃあまず足元から行こうかな。足元から、どれがかわいい？ほー、待って、後ろもありますよね、なんかね。後ろも。いや、これ結構すごいいっぱい変わりますよね。これ寂しくない？背中ほぼほぼ変わらないんですけど。ちょっと寂しい。それは寂しいのはちょっと嫌だな。でも、あとこれだったら何色がいいかな。金鉄でもこれだったら平気そうですよね。何がいいかな。迷うところ。
あとは、ズボン。これにしようかな、ズボン。これ何？これが略奪者風。略奪者風と先端風。何色にしようかな。これね、ネザライトだと結構濃いから、何がいいかな。これね、青とか紫はね、多分映えないと思うんですよね。あんまり色が出なそうな気がするので、緑もね、出にくそうな気がしますよね。なので、金かレッドストーンか鉄かクォーツか、クォーツかな、ね、クォーツだったら結構映える気もしますもんね。そして、まずは足元に、足元どっちだっけ、こっち。まずは先端風をブーツにつけます。で、クォーツ、待って、赤、ちょっと禍々しい。ダイヤ、これダイヤでもそうそういいんですよね。でもこれかな、待ってね、シャキーン、こんな感じ。どうかな。で、ズボンは略奪者風、シャキーン。これ楽しいなぁ。で、潮流風で、こんな感じ。あれ？合ってた。よし、着てみますよ。よし、行きまーす。シャキン、シャキン。こんな感じ。あ、でもなんかちょっと白ちょっと寂しかったかもしれない。なんか前より強くなった感じ。でもな、待って。なんかね、ちょっと、ペンギンっぽい感じ。ペンギン。よちよち。なんかペンギンっぽくないこれ。なんかちょっと白ちょっと寂しかったかな。他の色入れた方が良かったかもしれない。ただなんかね、なんか前よりなんかごっつくなった感じがしませんこれ。気のせい。この顔の周りがなんかすごいね、ごっつくなった気がする。がっしりって感じ。なんかロボット感がすごい気がする。なんでかな、なんでだろう。不思議。背中、見えない。こんな感じ。頭の後ろワインみたいになってるんですね。楽しかった。これまたちょっと気分で色変えたりしても良さそうですね。やったー、かわいいな。またちょっといろんな組み合わせを考えてみたいなと思います。では、今日の動画はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。本日もご視聴いただきありがとうございました。
よければチャンネル登録、高評価などポチッとしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。